皆さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー早速やっていきたいと思います。まずはこちら、クリスマスピラン60秒スピードランということで、いつもおなじみカピーさんのコースです。ただいつもと違うのはクリア率、なんと 0.69%、 いつも 10% 以上ぐらいが多いカピパラさんのコースとは思えない難易度となってます。やっていきます。で、どうする？はい、おお、これはきついな。あのバネでジャンプするの苦手なんですよね。おい、こうか、こう来る、あー来る、来るが2回入れた方がいいかな。今なんで当たった今なんで当たったかな。おい、お邪魔します。カラーのくるん2回入れて投げる。はい、ダメですね。雲の上にうまく着地しましょう。よいしょ、これでどうだ。2回くるん。はい、お邪魔します。からの次右だと信じる。右だった。バウを投げて、はい、おお、ギリギリ。お、これはなんだ、こうか。あれはどうする。はい、お邪魔します。20秒残り、結構今のところでタイムロスしちゃったな。このバネジャー苦手、これ多いな。オッケー、ガン、なんでここ当たるんだろう。よいしょ、カピー、今のところは修正した方がいいぞ。よし、1、2、3、1、オッケー。はい、お邪魔します。残り23秒で、ここだ。でかい。あー、ここが突破できない。でもここ突破してもまだあと20秒もあるんだよな。ようやく半分だからな。厳しい戦いになるぞこれは。あー、よし、なんとか抜けてこられたけど、お邪魔しますよ。次は右へブラパ投げる。はいはいはい。で、うわー、お、うわー、やべやべ、時間が、あー、うっそ、ちょっと待ってて、これきついぞよし、久しぶりに抜けてこられた。お邪魔します。で、なんだっけ、ブラパ投げる。はいはい。で、壁登りだ。よしよし、ここ、オッケー、入れた。で、どうする。おーし、怖かった最後ブラックパックンが下で待ち受けてるとは思わなかった。ふふー、よーし、クリアしてやったぜカピー。クリスマスピラン、ベストタイム更新。どの辺がクリスマスだったのか正直わからなかったけど、オッケーオッケー、よーし、楽しかったです。ありがとうございました。お待たせしました。今日はこのコースで終わりにしたいと思います。いいねランキング世界普通のナンバーワン、やっつけてフラフラ毒クリボー、やっつけて、やっつけてだよね。はい、クリア率 30% ですね。遊んでいきたいと思います。普通のランキング1位ですからね、これは期待できるんじゃないでしょうか。毒、おお、毒クリボってそういうことか。はいはいはい、ノコノコはフラフラしない、クリボだけ。しまった、これはね、気持ち悪くなるよ。プレイしてる方も動画見ていただいてる方も気持ち悪くなっちゃうからね。よし、毒クリボーはスルーしていこう。了解了解。やばいやばい、
中間、はいはい、叩かないよ、毒クリボー。叩かなかったら普通のコースだよ。いいの？オッケー、鍵コース違う、どいつが鍵持ってんの。あ、お邪魔します。入れた。あ、赤コインあったのね。全然気づいてなかったです。はい、オッケーオッケー、オラ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 、クリボーのくせによ。重なってんじゃねえよ、クソクリボーが。よし、これファイヤー。違った、ひどい言葉遣いしてるとこういう目に遭う。まあいや。よし、これ上かな、赤コイン。違うね、そういうわけではない。ゴール、しまった、毒クリボーのほとんどお見せできなかった。よし、終わりにするつもりだったけど、もう一つぐらいやっていきますかね。はい、下に流れていたやつから選んでみました。ワールド 1-6 ゆっくりリフトのアスレチック。ゆっくりリフト、はいはいはい。まあ、いわゆるオーソドックスなマリオっぽいコースという感じですかね。あ、下に赤コインがあるね。よし、安全のため一度降りてから。あー、安全のためやったのにダメージを食らってしまう。赤コインは全部で3枚だけど、どこにあるかはまだ全然わからないと。おー、びっくりした。下にちゃんとキノコで道が置いてあるのは優しいですね。はい、中間もゲット。赤コインがどこだかわからないのが問題だ。お、下にあった。あれが2枚目であることを祈る。あれが3枚目だったらもう知らない。よし、はい、2枚目、きっと2枚目ゲット。上かな、赤コイン。ん、この土管の中怪しいですよね。お邪魔しますからの、特に何かあるわけではない。でもこういうのもなんとなく懐かしいですね。マリオ3っぽい感じがする。よし、で、ここは、はい、キノコ、どこまで行っちゃったかわからない。あー、ここか、了解了解。で、ここまでの間に赤コインはきっとなかった。そしてダメージを食らうなんていうこともなかった。お、赤コイン発見。これで3枚ゲット。お邪魔します。中身は、中身はファイヤーフラワー。これで無敵です。よし、くらえくらえファイヤー。よーし。ファイヤーほとんど使う場面なくゴール。さーて、これベストタイムいってるわけないですね。20秒早。ワールド 1-6 ゆっくりリフトのアスレチック、クリアしました。ありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画も遊びに来てください。次はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。